2015年ジャパンカップサイクルロードレースにおけるスバル・レボーグがベース車両のマビックカードーレースにおけるスズキワンディット1250回がベース車両のニュートラルバイクニュートラルカーとは自転車のロードレースにおいて中立の立場ですべての競技者に等しくサービスを提供する自動車、オートバイのことであるシマノのニュートラルカーロードレース競技は通常 100km 以上の長丁場を時間をかけて走るため、競技中に機材が故障することも少なくない。競技開始後に競技者が追加の補給食や水分を渡されることも多い。こうした補給物資は通常はチーム専属のサポートカーやコース上で待機している。チームスタッフから手渡されるが、競技中に走行集団が複数発生した場合、チーム専属のサポートカーだけでは、 迅速に競技者に補給物資や代替機材を届けることが不可能な状況になることも珍しくない。そこで主に主催者が中立な立場から機材を提供するためにニュートラルカーを用意する。ニュートラルカーは全ての競技者に先着順で必要な補給物資を提供することになっている。補給される物資は主に水やスポーツ飲料類、あるいはタイヤホイールだが、 自転車のフレームが破損した選手のためにスペアバイクを搭載することもある。ホイールについては、特に後輪について、選手の使用するコンポーネントのメーカー別に、複数種類を用意する。2016年からは、ディスクブレーキの使用が認められたため、さらに用意するホイールの種類が増加している。ツールドフランスに代表される、UCI プロツアーに含まれるような大規模な自転車レースでは、 自転車競技関連製品を製造、販売している企業が自社の宣伝も兼ねてニュートラルカーを提供することも多い。有名なものとしてはホイールメーカーのマビックが走らせている黄色のマビックカーやネスレが走らせているパワーバーのロゴが入ったオートバイがある。この他に大手コンポーネントパーツメーカーであるシマノやカンパニオロがニュートラルカーを出すケースもある。 ボトルは開けたら捨ててしまって良いが、ホイールやスペアバイクはゴール後に返却される。車を走らせるドライバーについても、レースの動きをある程度予測しながら、ポジションを前後させる必要があるため、元選手などが起用されることが多い。複数台ニュートラルカーが投入される場合は、互いに無線で連絡を取り合いながらポジションを調整する。このか。 ニュートラルカーではないが、ヨーロッパのレースでは、沿道のファンがボトルや新聞紙を提供、上りではホースで水をかけてやったりする光景も珍しくない。ありがとうございます。